しい人と、富んでいる人の差が非常に大きい。これはミンダナオ島の紛争の問題とまたちょっと違う、都市部の貧困の問題、今東京とかも私もホームレスの支援活動してましたけれども、非常になんか似ていること部分があるかなというのをすごく、感じます。で、私の、勘違い、先ほどもありましたけれども、私は大学時代ホームレスの支援活動を行っていまして、土曜日に炊き出しに行ってました。第2土曜日、第4土曜日、ホームレスの方の支援 で毎週水曜日の夜7時半からホームレスのパトロールに行ってました。で、何をするかというと、もちろんその人がちゃんと生きているかということをパトロールして、彼ら医療品がないので、その医療品で風邪をひいてたら風邪 の錠剤をあげるとか、そういう形でパトロールを私行ってました。で、そんなこともあり、ゴミ山に群がっている人というのは食べ物やお金になるものを個人的に探し出してきて、全て個人のことで行っているのかなと。日本のホームレスは結構そういうところがあるんですよ。やっぱり一人一人違う。で、例えば日本で私がお名前を聞いて言うんですけど、ほとんどその人の名前は仮名です。本当の名前は言いません。そういう方たちです。じゃあちょっとだからそういう思いで行ったので、行ったんですけど、今回でもちょっと違ったなと思ったんです。そのお金になるものを個人的に探すという一つのことで思い出したのは、バイバーチャーで、例えば腕悪くさいガバンバイバーチャー、長い磁石に結んで、その端を自分の腰に巻きつけて磁石がくっついているなどを、で、午前に置かれていたという記述がガバイバーチャーにあるんです。そういう形かなと思ったんです。で、けれどもですね、アイデアの現実はちょっとそんな単純なのではなかったということです。で、それはどういうことかと言いますと、廃棄物を拾って生活をするスカベンジャーと言います。これは、まあ、漁る人という英語の言語の意味ですけども、フィリピンではですね、焼却所禁止されました。で、ダイオキシン、大気汚染などの発生の原因になることから禁止になったとなりまして、それまでずっと焼却してたんですよ、90年代で。2000年入るとやめたと。私はここでふと思ったんですね。で、姉にも言いました。そんな危険な劣悪な環境ならば、一度日本の焼却の施設を、技術を、ODA 日本開発園、政府開発援助などで援助して技術を学ばせればいいじゃないかと言ってみたんですね、姉とか。したら、けれども、もし日本の焼却施設や技術を学んでも、それをメンテナンスする経費、国にはないという状況があるんですね。私もここで会議してるわけですね。もう全然違うわけですよ、考え方が。私の考え方と向こうの人の考え方が違う。日本持っていけばいいじゃないかって思うんですけど、じゃあそれを5年10年使って、じゃあ向こうメンテナンスできるかって言ってもできない。だからそこがすごく問題。もう私とそのマリーの現状は違っている。で、先ほども言ったこれ、ゴミ山の生活している人たち、今ちょっとここにいないんですけど、この人たちは今ゴミ山に稼ぎに行っているわけです。で、ちょっとこれで、そのゴミ山に入る、ゴミ山周辺という埋め立て地をダンプサイトという。で、これはそのダンプサイトの入り口の動画です。でも僕も常にそれをこう、ここに荷物で出して、それを使いにくいんですよ、仲介業者。これが入り口です。この匂いがここら辺がしてます。で、ハエもすごく。いっぱいいます。もう一つが。で、
そのダークサイトを見るために行く道を通った時の。でこれがあのダンプサイト、ゴミ山の写真です。ここはもともと鉱山です。でそこはあの鉱山の その鉄鉱石を取った後に、そのできた穴にゴミを埋めるという作業をここでしています。でこれゴミを皆さんこうスカベンジャーの方々がこう仕分けをしていると。ここからお金目のものといいますか、売れるものを、でこれがあのですね、皆さん。でゴミ山の分別は もちろんほとんどされていないのが現状です。でこのダンプサイトにはですね、ルールがあるんですね。それ何かと言いますと、あそれなぜできたかと言いますと、それまであんまりなかったんですけど、2000年にあのこのゴミ山、これちょっとこれはないんですけども、崩壊しました。で、崩壊してそこに、これはもうスラム街なんですけど、そこにゴミがこう大量に落ちてきて、約700人の人が亡くなったという問題があります。で、この時そうです、本当に大丈夫ですね。で、そういうことからルールができました。それは、ゴミ拾いをする人の人数制限がされるようになりまして、で、ID が必要です。ゴミ山に入るためには。で、50ペソで、まあ、約100円ぐらいで購入できると。で、ユニフォームの着用が義務付けられているんですね。